こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。今日は無課金闇属性縛り、ちょろやっていきたいと思います。今日やっていきたいのはですね、エレイン降臨ですね。このアカウントでもエレイン降臨をクリアして、星6フェス限以上確定ガチャ、なんかいろいろ間違ってるけど、ゲットしたいと思います。はい、パーティーがこちらでございますと、はい、ビッグマム、何やったっけ、詐欺ですね。はい。ご紹介しましょう。パーティーご紹介しましょう。リンリン、シャーロットリンリン、ビッグマムですね。はい。ビッグマムがですね、はい。リザチェン体制にスキルチェーン2つに、超転生白の武器ですね。はい。まあ、リーダースキルがね、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、悪魔タイプの全パラメーターが3倍、3色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が8倍、3コンボ加算。ということでですね、悪魔タイプ染め詐欺でございます。はい。で、バギー船長に、聴覚性10コンボ強化、上限解放にスキル遅延2つ、で、フラジルオーラをつけております。これはただ単にスキブを補いたかったからですね。はい。で、チャコルですね、ハロウィンチャコル。はい、この前ゲットした、聴覚性が、まあ、闇のたこ焼きになってますが、はい、そこら辺はお気にせずに、お気になさらずに、はい、聴覚性上限解放、潜在が上限解放、で、フラジールオーロラ、これもスキブを補うための武器です。フラジールオーロラしかないんです。はい、サノスですね、サノスに、聴覚性10コンボ強化、上限解放、スキルチェーン2つ、これは、稲姫じゃなくて、忘れました。はい、後でテロップで読んときます。はい、こちらがサギリですね。はい、自分のサギリですね。聴覚性4色攻撃強化に上限解放。で、ビッグマムの武器狩りじゃなくて武器つけております。で、こちらがフレンドさんのサギリでございます。全く一緒でございますね。違うのはレベルだけでございますね。はい。で、バッチャースキブですね。はい。サギリのね、リーダースキルが、はい、5色。過去4色以上回復、4色プラス回復以上の同時攻撃でダメージを激減、3コンボ加算。で、ドロップの5個を L 字消して攻撃力が32枚、後手で500万ダメージ。で、悪魔タイプついてるんでね、これビッグマムとね、組ませたら強いんじゃないかなと思って、やっていきたいと思います。はい、それでは参りましょう。ドン。ね、これ威嚇が効くんやったと思うんですけど、確か。効きますね、はい。ビッグマムがね、スキルがね、ちょっとたまらないっていうことで、あ、すいません。ちょっと威嚇しました。ちょっと待ってくださいね。はい、スキル確認、オンにいたしました。はい、ちょっとターン獲得しましょうか。おっと。いや、どうせ食らわないでしょ。で、これ90%も外れたんで、で、ビッグマムが変身できると。上のスキルたまらんな。よーし、じゃあもう一ターン潰しましょうか。はい、ここぐらいでいきましょうか。はい、じゃあチョコール使っといて、で、サギリ使っちゃいましょうか。あ、掴んでよかった。申し訳ない、サギリのスキル申し訳ない、威嚇されてるんだった。まあね、もうそれもまた人生ですよ。はい。そうそうね、人生はうまいこといかん。あー。ね。もうヒートが消えてないし。はい。あ、一発でいけたね、やっぱり。あー、なるほど。詐欺強いっすね。はい、ここも。木とね、木をね、まあ、前にやってるんで、多分大丈夫でしょう。闇、じゃ、水、いや、ごめんなさい。ここ消しできなかった。L 字消しは忘れずに。これね、L 字消し忘れたらもう秒殺だと思うんで、ほんと。ビッグマウンに経験がないので。え？あ。ただ単に12コンボ組めてなかったんね。はい。了解です。はい。あ、またまた闇もできんし。
いや、これはね、もうちょっとコンボ吸収、12コンボ吸収とかちょっといかついね、吸収はもうやめませんか。あ、いけた。はいはい。無効貫通ですね、次。このためにビッグマンもいると。でも、詐欺で使っちゃいましょうか。はい、詐欺で使って、で、ビッグマム使って、いやー、ちょっとね、闇が5個欲しかったなぁ。はい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 。ちょっと待って、危な。無効貫通してるし、はいはい。いけ!よいしょーし。ビッグマムの火力見てなかったな。アシスト剥がされるのやった。それは聞いてねえ。いや、昨日やったやん。聞いてねえ。昨日やったやん。はい、で泥鏡で上書きすると、んーで水が L 字組めそうですね。はい、はい、闇 L 字組んどいた方がよかったかな。でもね、いけると信じてるよ、僕の詐欺なら。よいしょー、よしよしよし。いやいや、結構早く来ましたね、ボスに。はいはい、指は効かない。痛い。テープも用意してます。昨日の動画見てくださった方、ご存知かと思ってますけど、ご存知かと思いますが。はい、ね、これはね、もう、どないしようかな。色は、ないっすね、そもそも4色。バギー戦術使って、はいはい。闇がねえ。闇属性縛りやの、闇がねえ。しかも落ち込んなしでしょ。ちょっと派手にやられましたね。それは確かに派手や。派手にやっとるで。回復足りる？え？回復力がない。え？いやー、ちょっと待ってください。回復力がない？どない？どういうこと？ちょっとね、苦渋の決断です。すいません。もうこれはね、もう一回クリアしたらいいんでね、もう。はい、もう。ちょっと闇がねえっていうところがね、もう、頭おかしかったね、ちょっと。バギー船長。ほんま。で、僕、火を持ってる僕も頭おかしいね。はい。もう別にさ、石10個ガチャがさ、1個引けるんやからさ、1コンぐらいいいじゃない。むしろもう6コンぐらいね、もうコンって許容範囲内なんで僕。はい、申し訳ないですけど、はい。申し訳ないです。あー、詐欺使えないけど大丈夫かな。さて、タムジュラックか。何語やろ。何語か分かる方教えてください。コメント欄でお待ちしております。お、ナイスパズル。はい、おいしょ。終わらせない。いや、もう終わってくれ。ペネジ。もう特攻キャラがね、いい品からね、もうこれしゃあないよ、もう。はい、ごめんなさい、もう。茶番です。今日の動画。はい。で、もうここで、異国しちゃいましょう。で、どうせなら、非 L 字にしようか。やば、L 字になってへん、L 字になってへん、L 字になってへん。
無事になってへん。いや、ちょっと待って。あ、はい、オッケー。ニコンで済みました。致命傷、軽傷ですね、全然。はい、初クリア。ね、石1個も、帰ってきたんで、実質1コンですね。実質。でね、もう、これ、攻撃タイプになる武器として見てます。はい。はい、ありがとうございます。だってさ、石10個しかないのにさ、ガチャ引けへんやん。よし、ここからね、ガチャタイムと行かせていただきます。なんとね、アマージュデルカモガチャがね、昨日とか今日から来てるんで、はい、そちらを引かせていただきます、まず。アマージュ、出ちゃうかも？あ、そっか、全部止まるんや。アマージュでいいんですけどね、僕、出ちゃうかもじゃなくても。え、誰？あー、ごめんなさい。コンスファンの方、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと、コンスをね、進化させたことがなかったんで。はい、すいません。すいません、ちょっと、すいません。はい、こちらから、はい、じゃあ、ね、あ、そうそうそう、開催記念のガチャ引いちゃって、実は、プライベートで。あ、ティエラが出ました。なんと、ダイヤの、新キャラの。はい。で、こちらがクリア報酬ですね。ダンジョンちゃんとクリアしてきましたよ。でもグリーダ欲しいなぁ。よし、あ、おそ、マジ？え、これって無料ガチャじゃないの？やった。やった。そっちで。いや、これね、闇属性芝居なんで、これでもいいし、なんならね、もっと強い。ねえ。これでもいいわけですから。マジか。いや、これは全然どころか、よかったね、コンテして。はい。で、こちらで、星6以上確定ガチャで、ウルカを出して終わりましょう。ということで、はい。本日は、誠にご視聴ありがとうございました。はい、と、止まりましたね。え、ちょっと待って。ほんまに出た。マジか。いや、ウルカね、実は闇属性になって、ちょっと欲しかったんですよ。いや、マジで。こんな茶番みたいなダンジョン動画出して、ガチャだけ神引きして、ごめんなさい。いや。はい、なんかもう、ちょっと待ってくださいね。はい、今、ラインナップ見てきたんですけど、闇属性の強いところをちょっと今日、抑えちゃったんで、この、一応ね、ユーザー情報、購入歴、無料配布分16個あるんですけど、これは置いとくことにします。はい、皆様、ご視聴いただき、ありがとうございました。はい。なんかね、茶番みたいなダンジョン攻略動画からの、無料でただただ神引きしたっていう動画でございますけども、ぜひね、低評価を押さずに、高評価をお願いします。はい。ちゃんと、ね、そこら辺は、あとチャンネル登録もしていってくださると嬉しいです。はい。あとはね、メンバーシップ、いや、ボタン押したらね、紹介動画作ってあるんで、それをチェックだけでもしてくださると嬉しいです。あと概要欄にね、Twitter とか、いろいろリンク貼ってあるんで、そちらもよろしくお願いします。それではね、また次回お会いしましょう。バイバイ。